どうも皆さんこんにちは、 TXP の武田です。本日はアメリカからビジターで来ていただいた、IPF のトップリフターたちのベンチプレスの動画を本人たちの許可を得てアップさせていただきますので、ぜひ見てみてください。IPF のトップリフターであるアメリカのカペリーノ選手たちの普段行っているベンチプレスのトレーニングを本人の許可を得てアップさせていただきます。簡単なウォーミングアップは省略させていただいて、メインセットの方を動画でどんどんアップさせていただいてます。インターバルとかカットしているのでそんなに長い動画ではないと思いますので、今クラシックとかもそうなんですけど、本当にアメリカの選手非常に強いので、普段どんな練習をしているのかとか、そういうのを参考にしていただければと思いますので、ぜひ見てみてください。で、今回、その練習風景を見させていただいたりしたときにですね、前々から感じていてたことがやっぱり、今回もそうなんで、この場でちょっと、言わせていただくっていうかあるんですけど、やっぱり強い選手って、こういうパワーリフティングのジムに来た時にですね、プレートの付け替えがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。動画見ていただくと分かるんですけど、180キロとか付けようとした際に、120、115、10、10みたいな、そういうプレートの付け方する方とか、結構いると思うんですけど、やっぱですね、 IPF とかもう本当に試合に出てるトップ選手って、もうそういう時絶対プレート外して公式プレートにするんですね。これって僕は前々からちょっとジムでは言ってたんですけど、強い選手とか精密な選手ってやっぱりそのどれだけやっぱ公式に近い環境でやるかっていうのをかなり重視してるので、このプレートの付け替えに要は労力を惜しまないんですね。要するに別に15取って25つけるのってめんどくさいんですけど、そのまま10つけちゃえば120になるんですけど、それめんどくさいって思うような人はもう絶対トップになれないんですよ。で、それを取ってでもちゃんと120を25キロプレート2枚にしようっていう人が、こう小さな積み重ねで本当にトップ選手になれると思うので、別にそのね、15、10、10とかつけることを悪いっていうわけではないんですけど、僕が今まで見てきたトップの選手っていうのは、そういう傾向が非常に強いです。で、僕はそういう選手がすごい好きです。なので僕も自分自身、今まで の TXP の動画とかでも、プレートは極力公式プレートとかで綺麗につけてると思います。気になったら見返していただいて、この動画ついてませんでしたよってコメントあったりすると、よく見ていただいてるなってなって嬉しいんですけど、そういう傾向強いです。なので今回もカペリーノ選手たち非常にプレートの付け替えが綺麗で、公式プレートしっかり使っていただいて、本当にやっぱトップ選手ちげえなっていうのをすごい感じました。これをちょっと今回は伝えたかったので動画にしたっていうのもありますので、もしよかったら皆さんも、強くなる、別に手段でもないですし、きっかけとかでもないんですけど、なんていうんですかね、心意気といいますか、そういう形でちょっとプレートの付け替えに気を使っていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、よかったら動画と一緒に参考にしていただけましたら幸いです。
don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the button and drive real far. Put that record on me, die. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new night. Ooh, fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Girls close and cool, that is fine. Oh, so reach for the stars, cause we're aiming high. はい、ここまでご視聴誠にありがとうございます。3人の選手の練習動画を見ていただいて、私自身もですね、ボードを入れた練習をしていたり、ベンチプレスサポーターを入れて、高重量を持つ練習を入れていたりと、3人はですね、エクイプ部門の選手なんで、逆にやっぱそのトップレンジの強化っていうのをすごい入れているっていうのをお聞きしました。なので、自分の目指す大会とかテーマによって練習をいろいろ変えていくっていうのもすごく大事だと思います。今回の動画の練習方法を多分普段から全てやっているわけではないと思いますので、アメリカのトップ選手がこういう練習をしてるんだっていうちょっとしたね、なんかこう自分の伸びしろのきっかけにしていただければ、非常に嬉しく思います。では本日もご視聴誠にありがとうございます。今回の動画がですね、少しでもまあモチベーションのアップにつながったと思いましたら、グッドボタン、あとはチャンネル登録等をお願いいたします。特にチャンネル登録非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではここまでご視聴誠にありがとうございました。次の動画でもよろしくお願いいたします。